日暮里、トネリライナーは、東京都荒川区の日暮里駅と足立区の見沼台、新水公園駅を結ぶ、東京都交通局が運営する、案内機上式鉄道路線である。いわゆる新交通システムの一つで、東京都区部北東部の9 7トル13駅を、結んでいる。なお、都市計画事業としての名称は、東京都市計画道路特殊街路。 新交通線用道第2号日暮里、舎人線及び東京都市計画都市高速鉄道日暮里、舎人線である2008年3月30日に開業した駅ナンバリングで使われる路線記号は NT 東京都交通局では以前から現在の日暮里、舎人ライナーとほぼ同じ区間で都営バスの里48系統を運行しているこのバスは 最寄りの東部伊勢崎線、大市線や JR 京浜東北線、東京メトロ南北線など、既存鉄道の最寄り駅から離れている足立、荒川区の都市計画道路放射11号、小久橋通り沿線の住民を JR 線駅へ直結する、通勤、通学の足として、大変な混雑を呈していた一方で、足立トラックターミナルや北足立市場、 アダチ流通センターなどの輸送を担うオグハシ通りは、トラックなど、大型車の通行量が多く、慢性的な交通渋滞が発生して、バスの定時運行が困難な状況が、しばしば発生し、定時運行、大量輸送が行える何らかの鉄、軌道輸送が望まれていた。1974年、自民党アダチ支部の幹部であった、小金井俊介の提唱により、 鉄道を誘致するための活動が始まる。本路線は、1985年7月の運輸、政策審議会答申第7号、東京都における都市高速鉄道を中心とする、交通網の整備に関する基本計画についてにおいて、ほぼ都営バスサト48系統の路線を、終了輸送機関に置き換えるべく位置づけられたものである。当初は、 地下鉄7号線の一部として計画されていたが、財政問題や、再産性などから小グハ通り上の新交通システムに変更された。なお、財政状況などから、起動事業特許は1995年、工事施行認可は1997年と、大幅に遅れ、同年12月1日に着工された。一方で、 事業主体の決定や荒川区側の用地買収に時間がかかったこともあり、開業は当初計画されていた1999年度から2002年度、さらに2008年3月30日と2度にわたって延期されている。路線はほぼ全区間にわたって小グ橋通りの直上を通り、線形は日暮里、西日暮里近辺や荒川付近を除いておおむね直線である。 市中や桁といったインフラ部は都市計画道路事業として東京都建設局が軌道や駅舎などの鉄道施設は都市計画都市高速鉄道事業として都営地下鉄大江戸線の環状部分の建設を担当した東京都地下鉄建設が建設する方式を採用している開業後の運営主体は東京都地下鉄建設が予定されていたが 再三上の観点及び都営交通ネットワークの充実を図る目的から、東京都交通局が、軌道事業の特許を、同社から譲り受ける方向で検討され、運営も同局が行うことが決定した。路線名については、東京都交通局及び、東京都地下鉄建設が2006年8月15日から31日に、一般公募を行い、選考委員会の審議を経て、 日暮里、トネリライナーと決定、同年11月13日に駅名とともに報道発表された。カード乗車券については、開業当初から IC カードのパスもが利用でき、スイカ等の全国総合利用サービス対応の交通系 IC カードも利用が可能になっている。なお、パスネットは開業前に券売機、生産機で使えるというアナウンスがあったが、 2008年1月10日に発売が終了し、同年3月14日に自動改札機での使用も終了したため、本路線では開業当初より自動券売機、自動生産機を含めて一切使用できなかった。運賃は大人で初乗り168円170円から最高335円340円までの4段階である。本路線開業後は、 上記のような経緯から完全並行路線である従来の都営バス佐藤48系統の廃止も懸念されていたが高齢者が多い地域特性から既存バス停において小回りの利く集客を行うバスとの役割分担は可能との結論に加え本ライナーが何らかの理由で運行停止になった際の代替輸送目的もあって バス道系統も存続が決定し、大幅に本数が減便されたものの、路線廃止には至っていない。2009年4月1日のダイヤ改正では、本数がさらに減便され、現在は1時間あたり2本程度の運行となっている。なお、運賃が大人400円のシニアバスとして、設定されていた深夜04系統は、日暮里、トネリライナーの開業を機に廃止された。 2012年4月1日からは、これまで、王子駅発着としていた、O46 系統、加賀団地巡管を里48の2系統を、加賀団地巡管に変更し、日暮里駅発着に変更した。本路線は1981年に、大阪市交通局が開業した、南港ポートタウン線に次ぐ2例目の、公営交通による、AGT 路線である。なお、 ニュートラムは大阪市営地下鉄と共に2018年に大阪市全学出資会社の大阪市高速電気軌道に移管されたため以後は公営交通による唯一の AGT 路線となっている。日暮里、トネリライナー路線図2008年2月14日に東京都交通局の公式サイトで発表された開業時の運行ダイヤは以下の通りであった。開業以降、 新交通システムとしては旺盛な需要に支えられ、蓄次ダイヤの見直し、頻繁なダイヤ改正が行われている。ほとんどの列車が、日暮里駅三沼台浸水公園駅間を通しで運転するが、トネ公園地下に車両基地があるため、入港を兼ねた三沼台浸水公園駅発、トネ公園駅行きの区間列車が朝と夜間に設定されている。かつては、 日暮里駅発、舎り公園駅行きの区間列車もあったが、現在は設定していない。舎人公園駅発で営業運転を行う列車は、初電の下り一本のみであり、舎人公園駅から見沼台新水公園駅まで、回送列車として運転した後、同駅から折り返し日暮里駅として、営業運転に入る列車が多数設定されている。 開業以降の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。1995年度の起動法に基づく特許取得時には、 当路線の1日平均乗車人員を10万1000人と予測していたが2003年度に5万9000人と下方修正された。これに基づいて AGT の採用や車両編成が決定し当路線の着工に至った。ところが開業後は旺盛な需要に支えられ2010年度で2003年度時点の予測目標を達成した。その後も乗車人員は 増加傾向が続いているが、口述のように、ラッシュ時の混雑は年を追うごとに激しくなっている。2009年11月25日の平日の朝、ラッシュ時では、始発駅の見沼台浸水公園駅では、座席が埋まる程度である。しかし、江北駅を発車したあたりで、定員乗車を超え、釣り川が埋まる。大行橋駅を発車すると、 以降は各駅ごとの乗車人員が少なくなり、都電荒川線との乗り換え駅である、熊野前駅では、降車人員も見られる。西日暮里駅では全乗客のうち4割程度が、降車し、日暮里駅に到着する。2020年度の朝ラッシュ時の再混雑区間は、赤土小学校前駅西日暮里駅間であり、ピーク時の混雑率は140%である。 2014年度以降は、混雑率が180%を超える状況が続き、全国の鉄道路線の中でも最高レベルとなっており、輸送力増強が急務となっているが、現行の信号保安装置及び閉塞割では、2020年3月開正の3分14秒ヘッドが、限界となっている。2020年度は、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、 前年度より50ポイント近く下落したが、他の路線も軒並み下落したことにより、全国ワースト1位の混雑率となった。沿線の足立区では混雑緩和策として、従前からの平行路線である、都営バススタと48系統への利用分散を呼びかけている。2017年より、東京都交通局公式サイトに公開された、混雑の見える化では、 西日暮里駅を7時40分8時10分に到着する列車が最も混雑する。開業時から運行していた車両300型は当初は車両中央部をロングシートとする予定であったが混雑時に重量超過の恐れがあるためにクロスシートを採用した。しかし車両扉付近に乗客が集中して詰め込みが効かなかったため 2009年度から増備された編成は車両中央部の一部箇所がロングシートになった。300型は開業当初の12編成から16編成まで増備し、既存の編成も2011年度までに車両中央部の一部箇所がロングシートに変更された。2015年度以降に導入された330型と320型は車両を軽量化して、 車両中央部がロングシートとなり、定員が増加し混雑時の詰め込みが効くようになった。2019年度末に増備された3 3 0系2本は、全車両にフリースペースを設け車内空間を拡大している。さらに2022年度より、座席をすべてロングシート化して、定員を増やした車両に順次更新する計画がある。いずれも5両編成である。 2020年4月時点において、新潟トランシス製の3 0 0系1 6編成、三菱重工業、三菱重工エンジニアリング製の3 3 0系3編成、新潟トランシス製の3 2 0系1編成の合計20編成が運用されている。三菱重工エンジニアリングは2020年6月、次世代型ロングシートを採用した。 新車両60両の受注を発表した。全駅東京都内に所在。日暮里、舎人ライナーのシンボルカラーは、沿線地域の特徴を表すように、地元住民を交えて検討した。その結果、日暮里側はにぎわう街並みや荒川、隅田川という自然的要素から、リバーサイドとして、にぎわい、水辺を、また、舎人側は、重空間や舎人公園など緑地。 公園に恵まれていることから、パークサイドとして、輝き、緑をイメージした。なお、シンボルカラーは、駅舎の外壁などに使用され、両端は、暖色系、その間は、寒色系となっている。路線建設と同時に、見沼大浸水公園、江北、足立大の三駅に、交通広場が整備され、タクシーと、路線バスの乗降場が設置されている。開業時に、 足立区西部地区を中心とした大規模な路線バスの再編が行われ、以下の路線が交通広場への乗り入れもしくは、駅周辺のバス停経由に経路を変更されている。都営バス東部バスセントラル国際工業バス春風、なお、開業後の2008年9月に新設された春風、第11弾も経路の一部が、日暮里、トネイライナーと同じとなっている。 大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。本路線と同様に、東京都交通局が運営する、都営地下鉄各線のような、東京メトロとの間での連絡割引運賃は、設定されていない。ありがとうございます。